ガチャいろいろでございます。5種類。まずはラベルがかわいい酒よっと、リーフレット、大きめの立派なリーフレットでございます。月桂冠酒ミニチュアコレクション京都月桂冠編だそうです。まあ、ラインナップはこんな感じで、まあ、月桂冠にまつわるミニチュアフィギュアたち、全6種1回400円です。メーカーさんはケンエレファントさん、対象年齢15歳以上、飲酒は20歳になってから。お、この透けない袋、お酒の品質を下げないための透けない袋です。お酒だ、まさに。酒瓶とおちょことマスのセットです。こちら一升瓶乗船でした。月桂冠の一升瓶でした。このラベル、このラベルもなんか素敵ですね。普段飲んでらっしゃる方はこれはたまらないんじゃないでしょうか。プリントですけど非常に細かくよくできております。とおちょこ、月桂冠のマーク、そこには二重丸で、マス、金色のマーク、内側赤。はい、これはあの他のミニチュアと組み合わせるとより本領が発揮されそうなフィギュアですね。で、あとこのレトロボトルもセットで手に入れたい感じ。実際狙っていたのはこの酒造か酒樽か杉玉。杉玉いいですよね。はい、お次、よっと、リグと、パンダの穴、ヤドカリ物件。またいつもの語りがありますが、ヤドカリが貝じゃなくて素敵な物件を手に入れたよっていうやつです。こんな感じのラインナップ、1回200円。やっぱりパンダの穴1回200円をキープしてるっていうところが地味にすごいと思います。出たのはこちら、縦穴式ヤドカリ。縦穴式住居に住むヤドカリですね。しばしば風に吹き飛ばされるそうです。中でも小さめのやつかな。かわいい、かわいいお目目。縦穴式住居もとてもクオリティ高いです。ヤドカリかわいいな。そしてこの謎の胸毛みたいなやつ、以前の水辺の仲間のヤドカリさん以来、ちょっとヤドカリも注目度が高まっております。はい、お次、やっとリーフレット、ドラえもん、ドラえもんビネットコレクション、全5種1回500円です。海洋堂さんです。あ、ドラえもんのび太くん。ラインナップはこんな感じ。ドラえもんのガチフィギュアです。で、ただのフィギュアじゃなくて結構立体感のあるような仕様になっております。一番欲しいのはこれ、ドラえもんとミニドラえもん。これめちゃくちゃ可愛い2体セット。出たのはこちら、タイムマシンで冒険にです。これすごい、この構成すごい。うねった時計、時空間を飛んでいるこの時計がすごい。で、多分中でも一番小さめのドラえもんとのび太くん。でもこんな小さいけどクオリティ高いです。これはいいですね、のび太くんのポーズ。タイムマシンのこの街灯みたいなやつが好きです。すごいです、この奥行き感。こうのび太くんの方が狭まっているんで奥行き感がすごいです。ちゃんと自立。次、いやとリーフレット、これが非常に謎なんですけども、クロコダイルの日常、全4種1回300円。何をやってもうまくいかないワニの人間生活。ラインナップはこんな感じ。バイオリンが弾けない、シンバルが叩けない、はしごが登れない、抱きしめられない。このごく普通の会社員の圭吾さんという方がデザインしたそうです。何かで話題になったのかな。で、出たのこちら、一番欲しいの出てくれました。男の子のワニと女の子のワニ、ここを合体します。そして台座が一人分だけ。はい、こちらです。抱きしめられない、接吻、接吻はできても抱きしめられないワニたち。おー、この回転いい、この回転。抱きしめられないからって自分を抱きしめて、せめて手伸ばしてなんかつなぐぐらいしたらどうですか。女の子は目を閉じてるんですけど、男の子完全に目かっぴらいてます。もっとこうソフトな感じじゃなくてガバッといっちゃえば抱きしめられるんじゃないですか。まあそれは2人のこれからの話ですね。そして最後です、2つあります。やっとリーフレット、スキラボさんマグネット非常階段。というわけで、これこれこれ、マンションとかビルの横の非常階段のフィギュアです。ラインナップはこんな感じ。全4種1回300円です。非常階段自体の色が白かグレーで、それぞれ小物が違うんですね。はい、とりあえず組み立てました、こちらです。これすごい、このボリューム、パーツもめちゃくちゃ豊富でかなりしっかりしています。で、セットになっていたのがこちら、ドーナツ椅子。これ嬉しい、ドーナツ椅子のミニチュア。これなんか他のものにも使えそうですね。で、これドアにも違いがありました。非常口付きのドアか窓付きのドアになってるんですね。で、連結させることができるので、もう一個開けましょう。やっと、こんな感じになりました。
すごい、これめちゃくちゃいいじゃないですか。すごい、2個でこのボリューム、ちょうど色も白で揃ったんで良かったです。というわけでペタンで、マグネットバルコニーをセットで、こっちかな。お、マンションっぽい、マンションっぽいです。でね、ここに人間のフィギュアとか乗せられるんですけども、ちょうどいいサイズのがなかなかいないんですよね。ちょうどこのワニくんたちが非常階段で秘密の応戦をしてくれたらよかったんですけど、あ、でも外せばいけるか。お、サイズ感的に悪くない、意外と立つ。お、悪くない。まあ、手に入れた方はいろいろ試してみるといいと思います。この空間は結構ひどいんで、いろいろ置けると思います。はい、というわけで今回のガチャいろいろでした。いや、最近ガチャガチャ多いですね。よって気になるガチャも非常に多いです。まあ、こんな感じでちょっとだけ気になったものを1回だけ回すっていうのもすごく楽しいものです。皆様も気になるガチャありましたらぜひ回してみてください。